成城。どうもちゃ、篠原です。今回ですね、センター試験あるいは大学の私立とかでよくある成城問題についての対策の参考書としてこちらを紹介したいと思います。品質英語成城問題850ということですね。この本はですね、非常にいい本です。というのも、並べ替え問題だけひたすら800個載ってるんですよ。850個載ってるんですよ。やばくないですか？並べ替え問題だけ850載ってる参考書なんてあります？多分他ないと思うんですよね。なので、まあ、この本やればね、成城強くなると思うよっていう話なんです。なので、成城弱いって悩んでるやつはとりあえずこれやれっていう話がしたかったんだけど、ただね、まずは今の自分の手元の参考書もう一回やってみって話なんです。まあ、おそらく俺の動画見てる人大体優秀なので、まあ、ネクステージだとかレベル別の英語文法とか、まあ、買って自分でやってると思うんですよ。で、それに載ってる成城問題まずはできるようにしよう。で、それはできるようになってなお力が足りないと思ったらこれをやろうっていう話です。なので、この本やれば成城は確かに強くなるぞ。なんだけれども、これ一冊やるの大変ですからね。まあ半分ぐらいが解説なので、実際の問題はここからここまでなんですけど、ただこれやるの結構大変ですよ。しかも成城ばっかりだからね。で、一回やりゃいいっていうんじゃなくて、二回三回反復して、マスターしないといけないっていうことで言うと、そんなにね、軽々しく、じゃあ成城苦手なんだったらこれやりましょうって言えるような教材ではないです。なので、苦手なんだったらこれやれば絶対できるようになるけど、そのコスパに見合うのかと。まずは今の自分のやつ固めた方がいいんじゃないかと思ってやってもらったらいいかなと思います。ただこの本はね、本当にいい本です。この、ウリュウさんと篠田さんっていうね、この二人のペアがよくいろんな本を書いてるんだけど、このウリュウさんと篠田さんはね、本当にいいタッグというか、いい本作るよなーっていう感じですね。ぜひ、この本手に取ってみてください。ということで、品質英語成城問題850の紹介でした。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。